第22回ジャパンインターナショナルシーフードショーが9月30日から10月2日まで東京ビッグサイトで開催されました。シーフードショーは日本をはじめ世界の水産業者が集まる国内最大のお魚展示商談会です。初日にはオープニングセレモニーが行われ、主催者である大日本水産会白洲敏郎会長はコロナ禍での開催については随分検討を重ねましたが、各界からの要請もあり最大限の対策を講じて開催することになりましたと経緯について説明がありました。セレモニーには水産庁、韓国、ペルー、ノルウェーの代表らが出席、開幕に花を添えました。コロナでもうみんな水産関係の皆さんが大変打撃を受けておられて、なんとかそれを、ね、回復させようということで、まあ、頑張っていこうと、水産業はコロナに負けないぞということで、あの水産業界全体が、ね、発展につながるように、ね、頑張っていきますので。今回の見どころは40都道府県海外11カ国の魚水産商材を一挙紹介する企画で、巣ごもり需要獲得や簡便即食アイテムをテーマに掲げています。またウィズコロナと称して免疫力向上商品や高鮮度流通による活魚鮮魚の展示が行われました。会場には全国各地からブースを出展、 PR に力を入れていました。愛媛県伊予市から出展した株式会社岡部企画販売チーム小倉和樹主任にお聞きしました。瀬戸内海中心の小魚を使ったもので加工をさせていただいております。アイテム数だけでいうと約300種類から400種類ぐらいはありますね。これはそのままチリメンといいまして、添加物も何も使用せずにチリメン 100% でせんべい状に仕上げている商品です。で、小さいお子様からお年寄りの方まで、すぐにもうパクッと食べれますので、はい。私どもの会社はですね、焼き鯖寿司というお寿司を中心に販売を、しておりまして、まあ、今回新しくあの缶詰を、今回リリースさせていただく形になりました。今回のサバスチャンというキャラクターを用いまして、ガーリックとバジルとトマトとカレーの4種類のお味になっております。オリーブオイルがベースでですね、あのこだわりのソースをたっぷりと、使ったサバ缶になりますので、調味液でね、あの味付けしている缶詰はあるんですけれども、こういったソースごと一緒に食べてもらうというのは新しい、まあ、ご提案になるかなというふうに思っております。若さの甘鯛と若さのカレー、灰干しにしました。灰干しは桜島の火山灰を使って余分な水分と魚の臭みを取ったふっくらとした商品に仕上げています。これが新しい魚食提案をしている串もん、串に刺した魚のフィレの魚。それとこれがトトマル、新鮮な魚を丸くしていろんな様々な料理にお使いいただける。串もんとトトマル、ぜひよろしくお願いします。このブースは韓国の水産食品を日本に対して輸出を支援する役割を行っております。やっぱり今年はコロナのせいで日本国内の外食系の向けのアワビとかアナゴとかマグロとかちょっと輸出量がちょっと減っていて、まあ、今回 のシーフードショーをきっかけにそれを輸出回復のためにいろんなことを支援する予定です。一方、こちらはシーフードショー内で開催された農林水産省主催ワールド寿司カップ、世界中の寿司職人を支援するイベントです。外国人のですね、お寿司の料理人を対象に本物のお寿司をぜひとも勉強していただきたいと、母国の海外の人たちに本物の寿司をですね味わっていただき、日本の食材をたくさん使ってもらえればと思っております。今年は海外から選手は来れません。しかし近年ですね、本当に海外のレベルすごく高くなってきて、で日本のコンクールに出しても決して恥ずかしくないような人たちが出てきてます。ワークショップに参加した職人さんにお聞きしました。私日本人のハーフだから、で寿司が大好き で今勉強中、まあ、フィリピンも結構まあ、今は流行ってましたんで、まあ、昔は生物を食べられないじゃないですか。今結構地元でも結構すごい大好きな魚も結構食べれるんで、